ああ危ない。よし。皆様お疲れ様でございます。急増と申します。いつも動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございます。ということで今回もですね、このようにファミコンの箱説明書付きの購入品紹介を行っていきたいと思います。ではでは開けていきましょうか。これもね、なかなか探していたゲームで、ですね、一言で言うと僕これ結構思い入れがあって神ゲーだと思ってます。めちゃくちゃ面白いゲームですね。こちら開けていきましょう。よし、いきますね。よいしょと。はい、ということで、まあある程度ですね、状態確認済みではあるんですけども、今回はこちらを購入いたしました。こちらね、セガのゲームといっちゃセガのゲームなんですけども、サンソフトから出ておりますエイリアンシンドロームでございます。こちら購入金額は6000円でございました。これですね、どういったゲームかというと、ここにもまあ書いてあるんですけども、このですね、主人公を操作して、これ何でしたっけ、宇宙船なのかな、基地なのかな、あ、スペースシップと書いてあるから一応宇宙船なのかな、このエイリアンたちを倒しながらですね、かいくぐりながらこう仲間を救出していって、途中出てくるこうボスを撃破していくっていう、エイリアン殲滅を目的としたようなアクションシューティングゲームっていうやつなんですけども、もともとはこれアーケードであったような気がするんですけども、それをこう家庭用ゲームに移植したっていうようなものなんですけども、これ結構そのレスポンスも良かったりとかしてですね、なんかね、これ結構自由にこうヌルヌルこう動き回れるっていうのもあってですね、これすごい楽しかった思い出があるんですよね。こちらをね、購入しました。見ていきたいと思いますが、正面なかなかいいんですけども、ここね、なんかね、乗り跡みたいのがちょっとあるんですよね。これ綺麗になるのかな、ちょっと見えづらいかもしれませんが、これちょっと今綺麗にしましょうか。綺麗になるのかな、なんかね、乗り跡みたいのがあるんですよね。ビューと油を垂らしてちょっとこうね、あ、落ちる落ちる、落ちますね。よいしょ、よ、うん、落ちるな。結構綺麗に落ちましたね。ちょっと見えづらいかもしれませんが、うん、結構綺麗になった方ですよ。これでも、あ、これが限界かな。では改めて箱の状態見ていきたいと思います。そう、このですね、エイリアンシンドローム、そこまで色褪せはしないんですけども、擦れるんですよね、なんかこの箱で。四隅がちょっと擦れているっていう形ですが、あとここもね、ちょっとペシャッとしていますが、まあでもいいんじゃないですかね。こんな感じのエイリアンシンドロームなかなか見つかんなかったりもしますんで、まあここもね、そこそこ擦れてるなっていう懸念はあるんですけども、まあいいでしょう。ちょっと下の方から開けていきますね。よいしょと。耳健在。で、こちらの上側を開けていきましょう。よっこいしょと。うん、すごく綺麗ですね。よいしょ。これ美しいですね。この感じ好き。プラケースが、うん、結構ダメージをこう吸収してくれちゃってる感がありますね。で、ちょっと変色していると。あと付属品がこちらの説明書だけでカセットがございます。説明書がこれやばいな、ちょっと待って。いや、これいい意味でやばいんですよ。というのが、いや、これ全然読んでなさそうだな。ちょっとね、折れてはいるんですけども、全然シワシワ感がなくて、この手垢汚れ感ないですよね。普通だいたいこうやって、こう見ていくんですけど、ここの手垢の汚れ感が全然ないから、多分見ていないような気がしますね。いや、これは綺麗だな。おどろおどろしいですね、これね。はい、では漢字のカセットでございます。カセットはここがね、ちょっとザラザラしているもので、ラベルが綺麗でございますね。ちょっとだけ引っ掻き傷みたいなものは、まあよく見ればあるんですけども、まあすごく綺麗な方ではないでしょうか。裏面、裏面はですね、綺麗なんですけども、これが地の色じゃないですよね。全体的に綺麗に日焼けしてる感じ。ただラベル自体はまあそんな悪くなく綺麗な方だと思います。で、結構ですね、差し込み傷がこんな感じで結構見受けられるので、まあ結構いろんなオーナーさんに遊ばれてきたのかなっていう感じですよね。中身は綺麗ですね。すごく保管状態が良く、メンテナンスもしっかりされて、遊ばれていろんなオーナーさんの手に渡ってきたんでしょうね。いや、とはいえね、これ遊ぶのが実はもう20年ぶりぐらいなので、ちょっとこれ楽しみですね。
はい、ということでございまして、今回はですね、サンソフトのエイリアンシンドロームを購入いたしまして、こちらの開封をいたしました。それではこの後ですね、こちらのエイリアンシンドローム少し遊んでみたいと思います。はい、ではエイリアンシンドローム遊んでいきたいと思います。いや、やっぱりね、グラフィックが美しいのと BGM SE が本当にね、素晴らしいですよね。で、おお、さあ決まりました。さあ、それでは1プレイヤースタート。とりあえずは男の子選びましょうか。そんなになんか別にアイテムとか何も変わんないですよね、確かね。さあ、このコマ、この男の子たちを助けに行くんですけど、マップ今どこだ、真ん中だからぐるーっと回って、ぐるーっと回って助けに行きましょう。男の子、これ L レーザーだっけな、よいしょ、マップマップ、どう回ります、ここ助けて、でどうしようどうしよう、助けるでしょ、で上からぐるっと下回って、確かね、上出口だったはずなんで、これでぐるっといきましょう。ちょっとタイムが、タイムがシビアですね。よし。よっ。あー、パンない。よし。レーザー強いですね。よし。よし。よし、うまい。よいしょ。よし。当たり判定がズルズルですね。あれ、ここにもいましたっけ ?F ってなんだっけ、ファイヤーの F でしたっけ ?OK。あと何 ?2、4、6人。順調だな。よいしょ。順調だけどもちょっと調子乗りたくない。よし、よ、危ない。よし、そして男の子助ける。危ない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 。よし、 OK。 あと5人。よし。いや、いい。久しぶりにしてはいい。よし。マップ。あと3人ですよね。順調、順調。順調だな。よし。よし。どうしようかな。ボスって何か武器がいいとかなんかありませんでしたっけ?そう、これね、ステージごとにボスがいたはずなんですよね、確か。まあ、とりあえずこのレーザーで。行っちゃいましょうかね。よいしょ。あと1人この辺にいる。よし、 OK。 よいしょ、よいしょ、よし、 OK。 で助けて、よいしょ、危ない。あー、ちょっと今スタートしました。いやー、ちょっとズルズル行きそうなんで、ちょっと一回セーブしておこうか。よし、じゃあ行きましょう。あ、なんかレーザー強い気がする。危ない。いや、でも久しぶりにしてはよくやってる。あー、危ない危ない。よし、 OK。 これいつ当てる、いつこのウェーって時に当てるといいんでしたっけ。あ、ウェー、ウェーだ。危ない危ない危ない。よし、うまい。うまいんじゃないですか、結構僕。今スタートしました。
今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、ということでございまして、今回はですね、こちらサンソフトから出ておりますエイリアンシンドロームを購入いたしまして、こちらの購入品紹介とプレイ動画をお届けさせていただきました。まあ最近はね、これもなかなかのレアゲー化しておりますので、これはね本当に買えてよかったですし、遊べて楽しかったですね。久々にやってありがとうございます。はい、ということでございまして、今回の動画は以上でございます。この動画が良ければですね、ぜひチャンネル登録と高評価をしていただいて応援いただけますと幸いでございます。ということで今回の動画は以上でございます。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。さよなら。